元イタリア代表のロベルト・バッジョが19日にフルスビチェンタ11、6周年記念式典に、元同代表のパオロ・ロッシと一緒に参加した。20日の石ガゼッタ・デロスポルトが報じた。バッジョは1982年から1985年まで、ロッシは1976年から1979年まで同クラブでプレーした。二人ともバロンドールを受賞している。バッジョは、スタジアムに行くことはもうほとんどないが、試合はテレビで見ている。今季はとても面白い。ナポリはうまくいっているが、まだユベントスの方が多少優れていると思う。欧州 CL でもレアル・マドリード戦はとても難しいとは思うが、ユベントスが勝てると信じている、と話した。ロッシは、ユベントスはレアルに勝つことができるだろう。リーグでも優勝候補だと思う。6連勝しているし、簡単にできることではない。0-0で引き分けた、スパールとの試合は、彼らも人間であるということだ。彼らは実践的で完璧だし、他のチームよりやや上回っている、とした。